まずですね、僕の場合はこの弁の前に、マイクをつけてるんじゃなくて、マウスピースのところにマイクをつけてるんですね。でこの理由はなぜかというとですね、これだと唇から3センチぐらいのところにマイクがありますよね。でも弁の前だとトランペットの長さって約1メーター40センチあるんですけど、ですから弁の、ま、あの音を取るとトランペットが鳴った音が取れるんですね。でここは吹いた音が取れるんです。こう風の音とか唇とかです。でどうも本当これ日本人になるんですけど、僕の音感っていうのはその鳴った音よりも吹いた音をこう出したいと、まあ、その一つの証拠が脳の脳幹っていう楽器があったり、尺八っていう楽器がありますよね。尺八の極意は、竹林を吹き抜ける風の音だとか言ってるんですね。その息が吹いてるっていう脳幹にしてもヒューってやりますよね。でそっちの方向にどんどん無意識のレベルで自分が行ったんですね。ではまずそのここのマイクから、撮った時の生音を聞いてみます。周波数帯域を持ち上げたりカットすることができるんですね。じゃあ今度はそのこの息をかけた音を聞いてみます。言い方変えたら女性が化粧をするようなもんですよね。じゃあまずアイシャドウからいきますか、ね。じゃあ初めにそのディレイというマシンがありまして、こうワン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 とやつ、それをかけた場合どうなるか。次、リバーブという、マシンがありまして、まあ、リバーブって反響ですよね、響く。それをかけてみます。ですね、この足元にあるいろんなエフェクターがあるんですけど、ワーミーっていうエフェクターがありまして、それをかけるとこういうふうなことになります。
今のはあのオクターブ上までこうオクターブ下とオクターブ上がこうあの出るワーミー踏むことだね。ですけどこのワーミーってのはいろんな効果がありまして、一番極端なんだったら例えば音が2オクターブ上がっちゃうんですね。フィルターというエフェクターがあります。フィルターをかけると、音に違うニュアンスが、かかるんです。それに沿ってやってみます。今この木音で、例えばあのマイルス・デイビスがよくあのミュートを使って演奏しましたよね。そのようにこれはちょっとそういうミュートの効果というか、違う効果が出ます。でもう一つ足元に、ワウっていうワンワンですけど、それを使うと音色がどう変わるかを聞いてください。今ワウにこのリバーブで、違うエフェクトのリバーブがありまして、ああいうハーモニクスが出るんですね。で今の音を聞いたりしたらまたこう自然の中でも、違う、イメージというんですかが出ると思うんですね。やっぱ僕にとってはその地球往復をやったおかげで感じたことは、自然こそ、人間の最大の教師だと。人間はさらに自然から学ばないといけないのに、自然を破壊する方向に行っていけない。もっとまあ極端な例を言いますと、自然っていうのはとか地球っていうのはお母さんですよね。また我々人類はまだ、成人になってなくてですね、お母さんの懐から小遣いちょうだいとかねだってばっかりで、石油掘ったり石炭掘ったりウランまで掘ってですね、まだ人類は一切地球っていうお母さんに恩返ししてないんだと思うんですね、うん、これじゃあもうどうなるかっていうのは
未来は見えてるわけで、そんな罰当たりをしてたらね、お母さんにとんでもないことになると思うんですが、僕は地球を夢中になって10年ぐらい後にふっと思ったのが、ああそうか、音楽ができることはもう一つ、地球っていうお母さんに音のこう美しいベベをプレゼントすることかなと思ったりしてですね、その自然の中に行って僕の音が鳴ることで、さらに自然がこう、輝くってのがおかしいですけど、自然の深い、ところが出てくるんじゃないかというふうに、どんどん自然の中で吹くことでイマジネーションが、広がっていきました。だからあの地球に親孝行する会を作ろうかと思うんですけど、最近商店会とかいろんな会ばっかり作ってるからねやばいんですけど、それで、最後にですね、もう一つエレクトリックなエフェクターがあるんですね。ちょっとそれやってみます。
温床が出るとすると、三族18種類ですか、もっともっと増やすんで、初めはこんがらがってですね、いつも思いつきでやってたんですけど、だいぶ頭の整理がついてきてですねでも基本的には僕は即興演奏の方の音楽ですから、まあいい意味でも悪い意味でもその出たとこ勝負ですよね。それをやってきたんで、ドクタームのほとんど出たとこ勝負を使ってきたんですけど、年が年になりましたから少しでもこうきちんと整理もしないと。でも整理は女しかないからね、男は整理はできないっていうのはね これが大体僕のエレクトリックトランペットの、説明です。要するにもう一回、しつこいようで言いますけど、生音に比べたらこうやってかけていくことでどんどん僕は音の想像力がこう広がると思うんですね。でそれがやっぱり21世紀の音楽を、作る一つの要素になるはずだと思ってやってきました。一つだけ説明しますと、19世紀末まで世界の音楽をリードした、西洋クラシック音楽のメインは第一バイオリンですよね。西洋クラシック音楽の音色といえば第一バイオリンなわけですよ。それから20世紀になって、ジャズが登場してですね、トランペットや、サックスという管楽器がメインになったんですね。で、凄まじいミュージシャンたちが出ましたから、サックスでもクラシック的なサックスじゃない違う音色を、見つけていったわけです。サッチモにしても普通のトランペット機じゃあんな音色は出ないんですよね。で次、それから1950年代ぐらいになってロックという音楽が登場しましたよね。このメインインストゥメントはもう言うまでもなくエレキギターですよね。だからエレキギターが登場しなかったら、ロックは、なかったわけです。でそれからその後、1980年代ぐらいからデジタル、テクノロジーが音楽の中に導入されてですね、DJ ミュージック、要するにサンプリング使ったり、ビートを打ち込んだり、それが約20年余り続いたわけですけど、それらを踏まえながら21世紀の音楽をどう構築していくか。で当然ミュージシャンにそれぞれのタイプがあって、昔の音楽を追求するのも素晴らしいことだと。でもある、数のミュージシャンたちは21世紀の音楽を追求してくれたらいいなと思っています。ですからこれから僕は世界レベルでそういう新しい音を追求している連中を集めて音楽活動をしたいと思っています。それで25年ぶりに今バンドを、再結成するにあたって、よし今バンドで21世紀の、バンドサウンドを作ってやろうと思ったんですね。でそこでポイントが、全ての楽器をエレクトリックにしたかったんですね。マイルスがエレクトリックやっててもドラムスは生ドラムだったんですよね。で山木とはもうずっと仲良くて何回もやってますから、ローランドっていうメーカーが V ドラムっていうエレキドラムを作りまして、すごい面白い楽器で、で山ちゃん V ドラムをやろうよって今回の今バンドのレコーディングも V ドラムっていうエレキドラムをやりました。で角栄君っていうパーカッションもエレキパーカッションで、ギターは当然酒井君がエレキギターで、で富樫はシンセサイザーで、僕はエレキラッパで、自分で言うのもあるんですけど、世界中のバンドでここまで、エレクトリック化したバンドはないわけですね。だからこれでどんな音を出すかっていうことが、これからの課題なんですけど、まあ、一つの反応を説明しますと、CD ができたんですぐドイツのレコード会社に送ったらすぐ出したいということになって契約になって、この6月ぐらいにドイツのレコード会社から出て、まあ、ヨーロッパ中に切り替えるんですけど、それと同時にこの夏今バンドのヨーロッパツアーっていうのも、彼らが仕掛けてくれ始めてまして、ね、向こう行ってその我々のその We are fucking Japanese っていうのをねこうやってくれたんですよね以上ちょっと少し説明しました。それでは小島さんと2人で話しましょうか。